休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。国田圭司君。国田君、まず最初に道路、河川、港湾という性質も違い、それぞれ法改正中心事項が多岐にわたる3法案を一括して審議することに私は抗議したいと思います。しかし決定されたからにはまとめて質問せざるを得ません。そこで3法案の共通する防災老朽化対策についてはかねてから私主張してきましたわけで、積極面として評価したいと思います。で、道路法では点検の義務付け、維持管理の政令策定、河川法では河川管理施設等の維持修繕の基準の創設、港湾法では民有港湾施設の維持管理状況、耐震性に関する立ち入り検査を実施する等々、点検維持管理の位置づけ明確化、明文化しました。まあ、問題はこれらのことによって老朽化対策にどのような効果が生まれると想定しているのか、そこをまず最初にお聞きしておきたいと思います。太田大臣。今のこの橋であれ、トンネルであれ、河川であれ、港湾であれ、これが老朽化という、経年劣化をするということに対応し、そして、大地震ということを想定しますと、この対策をしっかりやらなくてはいけないということだと思います。そういう意味では、特にまず調査点検ということが、すべてにわたって大事になると。その調査点検ということについての的確な点検調査ということが、これによって、さらに推進されるということになる。そしてまた計画的に修繕を行う予防保全型の管理が促進されることで、超寿命化とライフサイクルコストの縮減を一層図る効果が出てくると。そしてまた基準という点では、考え方、あるいは予防的な維持管理のための定期的な維持管理が必要ということ、点検の後の記録、台帳を作ってその後の点検の基礎とする、そうしたことが、これによって定められ、この老朽化対策に大きく寄与するというのが今回の法案の趣旨であるというふうに思っています。国田君。お話のように老朽化対策に力を入れ始めたことは、当然だと思うんです。で、問題は、公共事業政策の在り方として、老朽化対策が施策の中心に据えられたのか、新規建設が中心だったこれまでの公共事業施策から本格的な転換が図られたのか、それを検証するためには、これまでの老朽化対策、維持管理に対する取り組みをどう総括したのか、その上に立って改善すべきを改善し、施策に反映しているかを見る必要があると私は考えます。私は老朽化対策、維持管理の問題については、2009年の麻生内閣の時にも予算委員会などで取り上げました。その際、道路橋で見ると全国の市町村が管理する橋梁のうち 84% が点検されていないことや、橋梁の長寿命化修繕計画も 11% しか策定していないことを指摘しました。さらに2010年にも当委員会で道路橋の長寿命化修繕計画の進捗状況などを質問しました。市町村の長寿命化修繕計画の策定は 24% まで進んだ程度でありました。その後、現在どれだけの橋梁の点検や橋梁の長寿命化修繕計画の策定が進んだのか、そして実際の補修修繕はどれだけ実施されているのか、簡潔にお答えください。前川道路局長。お答え申し上げます。地方公共団体が管理いたします15メーター以上の橋梁につきまして、委員過去の数字をお示しいただきましたが、平成24年4月の時点で申し上げますと、
点検の実施率は都道府県政令市で 99%、 市区町村では 89% でございます。また長寿命化修繕計画の策定率は都道府県政令市で 98%、 市区町村で 51% となっております。さらに長寿命化修繕計画の中で修繕が必要とされた橋梁の数に対しまして現時点で修繕を行っている橋梁の割合は都道府県政令市で 17%、 市区町村に至っては 3% に過ぎない状況でございます。はい、国田君。今保護を借りました。老朽化などにより早急な補修が必要となった6万704箇所のうち修繕実施済みは6476箇所、特に今報告があったように市町村の管理では修繕実施済みが 3%、 つまり883箇所しかありません。そして長寿命化修繕計画策定率も市町村においては約 51% にとどまっています。市町村が進まない理由は、簡単に言うと修繕費用、財源がないこと、それからもう一つは修繕計画を策定する人材等の不足、まあ、こういうことでずっと大臣も言ってこられました。でそこでトンネルはどうかと、先の当委員会で私述べましたけれども、国交省が先ごろ実施した自治体のアンケートで 58% の市区町村が笹子トンネルの事故の前までトンネルの点検を一度も行っていなかったことが発表されています。でトンネルを管理している692市町村のうち402の市区町村だったわけです。このうち約半数以上の228の市区町村が事故後も点検していなかったわけです。で点検した市区町村も定期的な点検を行っていたのは41自治体と全体の 6% しかありませんでした。まだまだ取り組みは遅れています。したがって社会資本の大半を管理する市区町村がこの老朽化対策に取り組むかどうかが鍵となっています。私は先ほど述べた2009年当時、なかなか市町村の取り組みが進まない要因として予算の問題、技術力の問題を取り上げました。これがどうなっているか確認したいと思います。そこで道路改正で言えば42条2項に基づく維持管理の政令策定についてです。道路法制定以来60年以上も政令で定めるとしながら制定してきませんでした。2010年3月23日当委員会でこのことを指摘し、私は維持補修の技術的基準を定めるよう明記している、定めると明記しているが、いまだに政令がないままだと。維持補修修繕については新設にあるような技術的基準もない、この事態は改善すべきでないのかと提案しました。当時の政務官は橋梁点検要領案など個別の基準を例示するのみで、維持管理の政令については、どういったかというと地域主権改革の流れも踏まえながら引き続き検討してまいりたいと答弁しただけでありました。結局今日まで制定されませんでした。なぜこれまで制定されなかったのか、なのになぜ今回制定することになったのか、新規建設のみだった高度成長経済成長の時代には維持管理という発想もあまりなかったというんだろうけれども、2000年代にはすでにさまざまな形で老朽化対策、維持管理のあり方が問題視され始めていました。にもかかわらず制定を先送りしてきたのは公共事業施策が新規建設を中心に行われてきた証であると同時に、その怠慢さは厳しく反省しなければならない事柄だと思うんですが、大臣の見解を伺いたい。赤澤大臣政務官。委員ご案内のとおり、これまでですね、道路の維持管理については個別具体の道路の状況や地形気候の問題など細かく考慮することが必要であるため、全国的に一般的な法規範としては定めにくいので、ご指摘の政令は制定されなかったということを申し上げてまいりました。で、従いまして政令の代わりにですね、国土交通省としては点検を含む維持修繕の標準的な手法として橋梁定期点検要領
案などの周知を図ることによって道路管理者に適切な維持管理を促し、道路管理において必要な安全性の確保を図ってきたところでございます。ただこういった状況の中でですね、道路構造物の老朽化が顕著に進んできた、これは全く国対委員ご指摘のとおりでございまして、これに対応した適切な維持管理をより徹底して確保することが喫緊の課題ということになっているのが現在でございます。で、一方国交省などにおいては、これまで行ってきた橋梁やトンネルなどの道路構造物の点検、診断、修繕を通じて、これらの方法などにかかる技術的な知見が相当程度蓄積されてきております。で、以上のような状況を踏まえて、これまで制定されていなかった維持・修繕の技術的基準に関する政令について、効率的な修繕を行うための点検の基準も含めですね、定めることとし、従来の基準と合わせ維持修繕基準の体系を整えて、各道路管理者による適切な維持管理の一層の促進を図りたいと考えております。国田君。大臣に答えてほしかったんですが、だけど私が提起した時代もその事態については明らかだったんだ。で、その時点で言ってる私の事実指摘と今の指摘はほとんど変わらないんですよ。で、その間に、なんていうんですか、老朽化という問題についての問題意識が確かに広まったことは事実です。だけど、その時から私は指摘をしていたわけでね、別に今日まで、あれから何年になりますかね、3、4年になりますけど、やっぱり政令制定しなあかんかったんでしょ。だからその意味じゃ、おっしゃる通り、より顕著に徹底してというのは分かりますけどね、もう少し反省はいるんじゃないかと。率直にと思うってことですよ。悪いって言ってるんじゃないですよ。だけど前から言ってんねんからね、今になってなんかこの、なんだっけ、細かくうんぬんかんぬんとかいろいろ言う、その言い訳がいらんのじゃないかと率直に思います。で、そこで、いや予算面ではどうかっていう問題について少しお聞きしたいと思うんです。市区町村は財政は相変わらず厳しいです。私は3月の15それから4月3日の当委員会において笹子トンネルの事故に関して、事故の背景に、中日本高速道路会社が、要補修損傷件数が5年間で5倍と大幅に増加しているにもかかわらず、維持補修費はほとんど横ばいで、維持補修費が事実上抑制されていることを指摘しました。その背景に、道路公団民営化に伴って、改修、更新の費用を3割減とする方針計画があったこと、その削減計画は当時の自公政権の時で政治の責任は重いと指摘しました。昼間になんか前政権のって話がありましたけど、そうじゃないんです。自民党政権時代からそういう削減計画があったんだ。で、それを私指摘しました。で、しかもこの維持管理費の削減方針は高速道路に限りません。市区町村の補助の引き下げにも現れました。経過を若干振り返ると、小泉内閣の時代に選択と集中と称してダムや高速道路、巨大港湾事業、そして都市再生事業など新設の大型事業に重点化して予算を集中することが図られました。その一方、地方自治体への補助をはじめ維持管理費用が削減のターゲットにされてきました。小泉内閣の麻生総務大臣が国庫補助負担金ごとの見直しの考え方という中で、公共投資関係費にかかる国庫負担金は、国家的なプロジェクト等、根幹的な事業などに限定することが必要。特に、丸一、市町村に対するもの、丸二、補修修繕局部改良等にかかるものには、原則廃止縮小するとしたんです。ここに問題があると。社会資本の補修修繕費用は減らせという圧力になったことは間違いありません。当時の方針は、当時の方針は現在どうなったのか、総務省にお聞きしたい。総務省、坂本副大臣。委員ご指摘の内容は、平成15年6月に閣議決定されました、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003において、官から民へ、あるいは国から地方への考え方のもと、国と地方の明確な役割分担に基づいた自主自立の地域社会からなる地方分権型の新しい行政システムを構築していくとの方針に基づいて策定されました、国庫補助負担金等整理合理化方針に沿って、
当時の総務大臣が経済財政諮問会議に提出したものでございます。地方公共団体の維持補修費の決算額は三位一体の改革による地方交付税の抑制の影響もあり、平成18年度までは減少傾向にあったということは、これは事実でございます。しかし、その後増加に転じております。総務省といたしましても地方公共団体が管理する道路や橋梁等の社会資本について適切に維持補修を行うことは重要な課題であると認識しております。地方財政計画における維持補修費も平成25年度以降は増加をしているところでございます。総務省といたしまして、今後とも地方公共団体が適切に社会資本の維持補修を実施できるよう、交付税等も含めて必要な財源措置を行うよう努めてまいりたいと思っております。国田君。私はその前の話の文書で書いてますから知ってます。問題はそれに基づいて18年までは減らされたんだ。でただその後の需要があってですね、結果として増えたということも知っています。問題はこういうやり方自身をですね、官僚の皆さんはこういう方針があればそのやり方撤回されていない以上ね、必ずねまた復活してくるということもあるんですね。例 の、 道路9000キロにあたる、ね、道路のこの作り方の問題についてもやめたと言いながら実際上は方針上政策的にも決定法律事項ではやめたと書かなかったからこそ復活したということを平気で、国土関係の国土省関係の官僚の方は言っておられますからね。そこは厳しくやらなきゃならんと私は思うし、こういうやり方を反省すべきではないかと言っているわけであります。当時09年の麻生総理の時代に福鳩山国を総務大臣はですね、市町村等の維持補修が単独事業とされたことが大きいと、三位一体改革で地方交付税の減額があまりに急激だったために市町村という弱い方に一番省エースがいったと、地方公共団体の社会資本維持管理費が三位一体改革の下で削減されたことを認めたほどなんですね。ですからそのぐらいこの問題というのはね、極めて重要だったということを私はあえて言っておきたいと思います。まあ、その辺は大臣はお分かりかと思います。でそこで、老朽化対策を進める上で社会資本の維持更新費にどれだけかかるのかと、その試算が極めて重要だということをもう何回も私この委員会で指摘してまいりました。まあ、国交大臣は質疑の中で国交省が09年度の国土交通白書で示した更新費190兆について190兆というのが一人歩きするのは基本的にざっくり言いますと50年で全部壊れるから全部作り直すということの合計が190兆というようなことに近い数字であると、まあこう述べました。でそしてもっとメンテナンス技術を向上させれば山が低くなってくるという答弁でありました。メンテナンス技術が向上、まあそれによる維持更新費も進めば更新費はもっと下がるだろうと思います。しかしそもそも老朽化の、先ほど大臣も何度も言って私との議論の中で言っておられるように点検も調査もまだこれからだとはっきり言って、となると一体どれだけ更新費がかかるのかということについてはもっと精密に精査すべきだと考えています。そこで道路、河川、公園、空港や港湾、下水道などそれぞれ精査しているのかということと、またどのくらい地方自治体が維持更新費の試算をしているのかお答えいただきたいと思います。西脇総合政策局長。お答えいたします。まず維持管理更新費の将来出現につきましては、現在審議会のご意見を賜りながら道路、河川など各施設の建設年度やこれまでの維持管理の取り組み実績などをもとに情報の整理分析を進めているところでございまして、引き続き検討をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。またどの程度の地方公共団体が将来推計を行っているのかというのにつきましては、審議会が実施しておりますアンケート結果によりますと、費用の推計を実施していると回答した団体が都道府県政令市で約 33%、 その他市区町村で約 11%、推計は実施していないものの、
必要な費用の見通しを大まかに想定していると回答した団体が都道府県政令市で約 26%、 その他市区町村では約 20% という現状になっております。国田君。一つ言わないことがあるんですがね、その中で推計していないというのは全体として 88.1% あるということを、それを言ってくれなくちゃ困るんですよ。ね、A4 の話ばっかりせんと、肝心要の問題は推計をしていないというところが 88.1% あるということなんですよ。でね、だから地方自治体では非常に深刻なんですよ。インフラマネジメントだとか、公共施設マネジメントなど計画を立てて老朽化対策に取り組みを始めているところもあります。例えば東京の府中市は市が管理する道路、公園、下水道などの維持管理費が今後40年間のコストについて年平均80億7000万円、学校や図書館など施設の維持更新コストは年平均61億円、近年の 1.4 倍から 1.7 倍になると試算をしています。国立市は公共施設の1981年以前に建てられた建物の割合を示す老朽化率が 80.9% と高く、今後10年間に維持更新費が198億円かかり、7割が不足する。さいたま市は今後40年間で155億円の財源が不足すると、こういうふうに報告しています。私が若干調べたところでもこれほどある。だから維持更新費について試算して、老朽化対策を始めているわけですよね。で、総務省は道路関係費などの歳出内訳で、老朽化対策としての経費を把握するようにすべきではないのか。社会資本の維持更新費の把握など、国としての支援を強めるべきではないかと思うんですが、いかがですか。総務省黒田大臣官房新官。総務省といたしましても、地方公共団体が管理する道路、公共施設等の社会インフラの維持管理費用に合わせまして、更新費用を把握することは課題であると認識しております。しかしながら、ただいまの国土交通省からのご答弁のとおり、費用の推計を行っている団体は、まだ少数割合にとどまっているということも事実でございます。従いまして、総務省といたしましては、このような状況を踏まえまして、台帳の整備などを通じました公共施設の老朽化の状況の把握や、効果的、効率的な維持管理、更新の在り方を検討するよう、地方公共団体に要請しますとともに、検討の参考となります情報提供等を行っている状況でございます。今後ともこのような取り組みを進めながら、各年度において必要な維持更新費用につきましては、その実態に応じまして、適切な地方財政措置を講じてまいることとしております。国田君。委員長、大臣、聞いてほしいんだけどね、今やってるって言うてんだけどね、そんなんね、2年前からね、ホームページ上に維持更新費用のソフトを公開している程度なんですよ。で、それに促進努めてるっていうのが、実態言ってないんだけど、それがやってる仕事なんですね。それ、なんぼ利用してるかというと、たった11自治体なんですね。だからね、およそね、数字をつかむ事態になっていないと。だから大臣がいつもおっしゃるようにデータベース化する必要があるとかいろんなこと言いますわね。肝心のね、老朽化対策を重点化するためには、やはり国自治体の維持更新費の把握がね、まず必要なんですよ。それに基づいて具体的計画を立ててこそ、私は事業を実施することができると。何も無理言ってんじゃないんですよ。最低のところまずやろうじゃないかと、一貫して私が提起しているということはもうご承知いただけると思います。うなずいているので次に行きます。で、前回の質疑で私は有料道路分の事業費につきまして、高速道路会社の話なんですけど、つきましては税負担とはなりませんが、お時間をいただければ整理した上でご報告させていただきたいと答弁ありました。整理しましたか。で、有料道路分の事業中の総事業費、いわゆる新規のための費用ですね、および残事業費はいくらになるのか、お答えいただきたいと思います。前川道路局長。ネクスコ並びに首都高速会社阪神高速の新設改築事業についての総事業費、残事業費について整理をさせていただきました。
そう、全体の合計でいきますと、総事業費、事業中区間の、総事業費が約10兆円でございます。そのうち、すでに投資した額を除きまして、平成25年度以降の、残事業費が、半分の、5兆円という数字でございます。国田君。この間の時には、今言いましたように、その、修繕の費用というのは8兆円とありましたよね。それはうなずいておりますからそうです。で、これは今ありましたけども、新規の事業とは違ってですね、いるわけですよね。それで、日常修繕の費用で、これは8兆円というのは日常修繕の費用なんですよ。で、大規模修繕や更新費用については入っていないんじゃないのかと。で、実際に、では聞きますが、実際に道路会社が試算した大規模修繕、更新費用はいくらになりますか。前川道路局長。お答えいたします。大規模修繕、大規模更新等の老朽化対策に必要な費用については各高速道路会社が有識者委員会を設置して検討を行っておりまして、ネクスコ3社で 5.4 兆円、首都高速で7900億円から9100億円、阪神高速で6200億円、合計で約7兆円弱が必要であるという試算が出されております。国田君。だから3社が管理する高速道路はですね、合計で約まあ8700キロメートル達しています。そのうち4割が開通後30年以上経過しています。2050年には3社の道路全体の8割が開通50年以上になり、計画的な老朽化対策が急務となっています。2005年の道路公団民営化を決めた時の計画では、旧公団時代に抱えた約40兆円の借金を50年までに全額返済し、その後は道路を無料開放することになっています。ところがこれには大規模な改修を行う費用は盛り込まれていない。道路補修程度の予算しかないと言われています。旧公団、道路公団時代も含め、本格的に老朽化対策を見込んだことはなかったということらしいんですね。実際に大規模修繕、更新費用は、道路保有返済機構との協定には含まれているのかどうか、お答えいただきたいと思うんで、一言だけね。で、それで、その上で、私は、じゃあどうするかっていう問題、これかかってくるわけですよね。で、私は、有料道路分の事業費を根本的にこれやめて削減すればね、計画通り賄えると。北海道新聞は問題は財源だということを述べています。そしてその社説で述べていて、設計段階などにある建設予定路線の妥当性を再吟味し、一部を凍結して浮いた費用を当てることも検討すべきではないかと、ここまで述べています。私のこの間、一貫した主張と同じだと思うんですが、この際、そういう方向を選択すべきじゃないかと、二つお答えいただければ幸いです。前川道路局長。最初の大規模修繕、大規模更新が保有機構との協定に含まれているかということについてお答え申し上げます。現在の協定には含まれておりません。大田大臣。全体的な試算をしていくということは極めて重要だというふうに思います。そこをどういうふうに償還ということも含めて、それからあとどのようにしていくかということは、まさに私も大事なことだというふうに強く思っておりまして、今国土幹線道路部会で、3月までということだったんですが、遅れておりますが、それは遅れているというのはそれだけ、慎重にまた、非常に広範にわたるということで、計算をしているということでありますけれども、そこを幹線部会で、幅広く検討していただいて、そこのこれからどういうふうに
本格的な償還の財源、そしてまたその後の維持更新ということについてはどうするかというのは、その答申を受けて判断をしていくということにしたいというふうに思っているところです。国田君。私ね、答申を受ける前に実際には新聞市場などではその先延ばしする方針を固めたということまで報道されてるからね、心配して言ってるんですよ。で、今大臣からありましたように、試算も含めてきっちりはなんと大変なことになるということですわね。で、しかもね、今局長からお話あったように、この協定の中にはもともとないんですよね。だからそういうことに立ってじゃあどうするかって言ったときにやっぱり白紙から議論しないと、なんていうのかな、とにかく作り続ければいいわとかっていう話では進まない問題があるんですね。その当時の責任は責任発揮させるということと、同時に予断を持ってやらずに、やっぱり私が述べたことなんかも選択肢の一つとして入れてね、やらないと僕はダメだと思うんですね。で、この北海道新聞の社説はね、その講談で次のように書いてるんです。今後の高速道路建設は国と都道府県が建設費を負担する新直轄方式が中心となると。政府自民党は国土強靭化を掲げ新規建設に力を入れる構えだと。だが路線が増えれば更新維持費用もかさむ、国際社会からも批判を浴びる財政難を忘れてはならないと、こうも述べています。ですから繰り返しますけど、私はこの高速道路に限らずね、ダムや新幹線、港湾などの新規の開発事業は抑制し、防災老朽化対策としての維持更新事業へ、公共事業政策全体をね、大きく転換すべきだということは改めて要求しておきたいと思います。で、次に、今度は違う話します。地下街等の水防問題について次に述べます。都市型の集中豪雨で地下街等での水害も大きな問題となっています。地下では地表の天候が把握しにくく、また停電で真っ暗になることも考慮しなければなりません。そして地上の洪水が大きな水圧を伴って押し寄せることで、この間犠牲となられた方も多いわけです。2005年の水防法改正で全国1342の自治体で浸水想定区域が指定されました。洪水ハザードマップの公表が義務化されましたが、公表は 95%、 68の自治体が公表されていません。またその浸水想定区域内にある873箇所の地下街等では避難確保計画が義務付けられました。しかし作成を義務付けられた避難確保計画が実際に作成されているのは、今年の3月31日現在で487箇所です。 55.8%、 約半数で避難確保計画が未作成です。今回その873箇所の地下街に自警水防団の設置を義務付ける法改正が提案されています。避難確保の計画すらできていないのに自衛水防団を法律で義務付けただけで進むんだろうか、なぜ計画ができないのかなどの問題点について現場での声に耳を傾け丁寧に援助しなければ絵に描いた餅となりゃしないかと、私はそう危惧するんですが、大臣その辺いかがです。足立水管理国土保全局長。短く、ご指摘のとおり、浸水、想定区域内に地下街がたくさん存在しておりまして、先ほどご指摘のような計画の作成状況になっているということで、ございます。それらについてはですね、しっかり我々もバックアップしてですね、計画の策定ができるように自治体を支援していきたいというふうに考えてございます。国田君。これはこの間もやってきててね、この程度までしか進んでないという深刻さがちょっと感じられないという気がするよね、はっきり言って。私はいくつかの地下街を見て意見を聞いてまいりました。 ですから今日はもう若干のね、浸水防止対策、避難確保、
水防団員の安全確保のためなら具体的提案していきたいと思っています。一つは、関係者の話では、地上から雨水などが流れ落ちてくる階段においては、避難がほぼ不可能と言われています。消防署の職員の訓練でも、膝の高さで登れないとのことでした。そこで、地上への通路が多数ある地下街では、安全な通路への正確な誘導が鍵になります。その際、当然、放送施設が大きな役割を担います。変電施設が地下にあって、浸水時には停電し、使えないことも考えなければなりません。京都市のある地下街の避難誘導計画では、メガホン6台使ってやるとなっています。ここのところは、まあ、39箇所ぐらい出口があるんですね。6台のハンドマイクなんです。で、その上でね、避難誘導計画の中には、将来課題として、非常用電源回路を別ルートで配備することが理想だと。それから、浸水センサーも将来課題としています。で、国は、電池式の拡声器で用意としているわけですけどね、バックアップ電源の配備や、正確な状況把握のための浸水センサーなどの整備に積極的に補助をすべきと思いますが、いかがですか。足立水管理、失礼しました。小田大臣。地下街というのは、水の流れが閉鎖空間である上には速くて、そこは他のところの防災とはちょっとスピードによっても違うと私は思います。で、去年の10月29日に、サンデーが襲来をして、結局ニューヨークの地下街が相当やられたということの知見というのをもう一遍吟味しなくちゃいけないというふうに思っておりますけれども、日本においてこの地下街というものをどういうふうに、水害から守っていくかということを本格的にやらなくてはいけないと、もう一遍、欲を広くしてやろうというふうに私は思っているんです。で、具体的な今日のご提案のバックアップ電源や浸水センサー等の設備の整備が、もうほとんどないということについては、これ促進が非常に大事なので、促進できるようにということで、進めてまいりたいとこのように考えています。国田君。結構だと思います。まあ、事務方が答えると大体防災安全交付金の話が出てくるはずだったんですけどね、やっぱり政治家はそうでなきゃなりませんよね。やっぱり促進するということなんですよ。あれこれね、金の話じゃなくて、まず政治的立場、政治的推進、そのことが大事だと私は改めて思いました。ですから何も私あれこれケチつけてるんじゃなくて、これやろうということを言ってるわけです。次に地下施設からの避難誘導のための国のサポートについてであります。同じ地下施設でも地下駐車場などではですね、施設に比べ人員が少なくて誘導班を組織するというけれども手が足りないのではという不安があります。で、しかも駐車場というのは自動車で避難したいという方もおられると。で、それで水没させたくないという気持ちもあるというドライバーに対して、人命の観点から短時間での徒歩での誘導が避難誘導が求められるわけだけれども、一人一人に応対するという意味でも施設に比べて人員の少ない施設では課題があると。また介護施設などでは要介護者に比べて職員の人員が少なくて支援が求められると。ある施設では警報の出そうなときは宿直の職員を増やすんだそうです。また地域の避難所とする代わりに避難を手助けしてもらう協定を結んでいるということもおっしゃってました。いずれにしても関係職員の少ないところで避難誘導への支援を考えるべきだと思うんです。で、特に聞いたのは火災訓練はあるけれども水防訓練は馴染みがなくってどうすればよいかという声もね、寄せられました。で、私は帰宅困難者対策の際にもここで問題提起しました。で、この避難確保計画にも障害者の避難誘導の訓練を盛り込む必要があると考えています。国土交通省や政令市などの計画作成を支援するための手引書などは示しているわけですが、それによると災害時要援護者への介助と
除実しているだけなんですね。それで横浜市では災害時要援護者を見かけた場合には迅速に避難誘導と書いていると。で名古屋市では高齢者や身体障害者等には周りに協力を求め手を取って避難すると、まあ若干具体的ですけどね、まあ、この程度なんですよ。でこれではね大変なことになると私は率直にと思っています。したがってこのような現場の悩みや不安に耳を傾けて先進事例なども紹介し不安解消に努めるべきだと思いますし、具体的には、障害者も含めた避難計画となるよう指導強化すべきではありませんか。委員長。松下大臣政務官。はい、委員ご指摘のとおり地下街等におけます、避難の際ですね、身体障害者や高齢者等に対して特に配慮することが重要だと認識しております。地下街等につきましては平成17年の水防法改正におきまして、避難確保計画を作成することとされてございます。先進的な取り組みとして京都駅ビル専門店街ザキューブ、そして梅田地下街等がございますが、身体障害者のりに対する特別の配慮が規定されてございます。ご案内のとおりでございます。国土交通省といたしましてもこのようなモデル的な事例を広く情報を提供する等によりまして今後とも身体障害者等への配慮が一層進めていくよう努めてまいりたいと考えております。また今回の改正によりましてこれまでの避難確保計画の作成に加えて浸水防止計画の作成や避難等の訓練の実施も義務づけることとしております。要は実践的な訓練を通じて障害者等への配慮について実効性があること、効果があることということを肝に銘じて取り組んでまいりたいと思います。以上です。国田君。私何度もこの問題言ってるんですけどね、本当にね、一人一人の方の身になってね考えていただかないと、電気は切れるわね、水はあるわ、それこそ大臣もおっしゃったように狭い空間だわ、スピードが速いわというときにね、ほんまにこれ対応できるのかということはね、その机上の話では絶対ないんですね。だから最悪の場合を想定してやるということについて本当にこれね手を打たなきゃならんということを心してほしいと思います。まあ、これもうなずいておりやらしゃるので大臣のやってほしいと思います。それから3つ目にね、水防あ、まあ、いいです、もうちょっとすぐ時間がないもんで水防台の安全確保についてもちょっと指摘したいと思うんです。でこれは東日本大震災ではたくさんの公務員が殉職されましたが、その中で消防職員が27人、警察官30人、消防水防団員254人と、うち、水防活動中の水防団員の殉職は196人と桁違いに多いんですね。この犠牲を教訓として津波から水防団員の安全確保など水防法が改正されましたけど、まあ、どう書いてるかというとですね、水防活動従事者の安全確保に考慮したものでなければならないと、こう書いてるだけで極めて一般的なんですね。でこの法改正で自治体の長や水防団長の責任は重くなりましたけど、それでこと足りるのかと私は懸念を持ちます。で今後地下街での水防活動において計画を作成し訓練を行って自覚が高まれば、一層逆にですね、この当然使命感を持って奮闘されると、とても皆さん献身的にやられるわけですよね。でその意味で水防団員や自衛水防団員の安全確保へせめてですね、最低限ライフジャケットの着用や班ごとの防災無線の携帯を援助する必要があるんじゃないかと思っています。もう一つ、退避指示をね的確に行える責任者の配置、つまり、あるいはですね、なんて言いますか、消防職員との緊密な連携などね、こういうものをやらないと、なかなかね、先ほどありました、短時間で、スピードを持ってやろうと思うと、これらのことが必要じゃないかと思うんですが、いかがですか。足立水管理国土保全局長。先ほど委員からご指摘のありました法改正、水防法の改正に合わせまして、都道府県が作成する水防計画において津波や洪水に対する留意事項、それから水防活動時の無線通信機器の携行、ライフジャケットの着用、
こうしたことをですね、明記して記述することと通知してございまして、これを受けまして、ほぼすべてのですね、都道府県におきまして、水防従事者の安全配慮が水防計画に現在明記されてございます。それから消防団と水防団の関係についてお話がございましたけれども、多くの地域では水防団が消防団が水防団を兼ねてございまして、また水防団が独自に設けられている木曽川だとか淀川、こういったところでも水防法によりまして水防団と消防機関が水防に関しては水防管理者の所轄のもとに行動することとされておりまして、現場においては極めて緊密な連携が図られているというふうに考えてございます。国田君。書いただけでは分からないです。私言ってるのはそのきちんと援助する必要があるんじゃないかと言ってるんですよね。その書いてるからとまた防災安全、交付金で請求したらよろしいかなと、こうそうはならないんですよ。問題はそういうことが現実にすべての水防医のところに、水防団員のところにこう配布されたかということを確認する必要があるってことを言ってるんですよ。そこをやってくれるならね、あげめんで、それはよろしくお願いしたいと思っています。で、次にもう一つの法律であります公安法改正についても質問したいと思います。公安法改正の柱の一つである港の防災減災対策強化について聞きます。で、まずですね、港湾施設の老朽化対策についてです。で、東日本大震災の際、鹿島や石巻で液状化等によって民間所有の護岸が壊れ、船舶の入出港が困難となりました。東京湾には多数の民間コンビナートがあり、老朽化が進行していますが、東日本大震災の際の液状化並びに護岸等の港湾施設の影響や被害状況についてどのように把握しておられますか。山形港湾局長。お答えいたします。東日本大震災におきましては、鹿島港のコンビナートなどにおきまして液状化により護岸や敷地が沈下するなどの被害がございました。一方、東京湾でございますけれども、このコンビナートにおきましては昨年5月に国土交通省が中心となりまして設置しました、関係省庁が参画いたしますコンビナート港湾における地震津波対策検討会議において確認したところ、液状化による大きな被害が出たとの報告は上がってきておりません。なお千葉の市原市で製油所の火災が発生しておりますけれども、これは強振動によるタンクの支えが折れて配管を損傷したことによる火災でございまして、液状化とは関係はないというふうに伺ってございます。以上です。国田君。民間所有施設の状況についてはどうですか。山形港湾局長。先ほど申しましたコンビナートの施設、特に護岸のところは民間の施設でございまして、それを含めて先ほど報告させていただいた次第でございます。国田君。その護岸だけ、例えばあなた方が検討を依頼した関東整備局などが依頼しているそういう有識者会議などでもの座長をやっている方などは、少なくとも空港そっ衛星なんかを見ますと、少なくとも東京湾の広範囲地、護岸だけじゃなくて広範囲地の方で見れば、地下のところでの液状化状況が見られるという報告を出しています。問題は私言ってるのは護岸だけじゃなくて広範囲地もあるわけだから、それは掴んでいるのかということを言ってるんです。山形港湾局長。失礼いたしました。敷地の話でございますけれども、敷地につきましては、大きな液状化の被害はなかったというふうに聞いてございます。したがって若干の液状化はあったという報告は聞いてございます。国田君。民間所有施設なんですよ、私気にしてるのはね。今局長がおっしゃってるのはこの護岸とその後ろちょっとだけなんで、もっと後ろはね、いろんな被害が起きてるっていう可能性があるということを指摘していて、このあなた方が依頼したりしている浜田さんという早稲田大学の教授は、その中まで入れなかったから実情がつかめてないということをわざわざ言ってるわけですよね。確かに今回は大きな被害に至らなかったとしてもですね、東京湾岸というのは埋め立て地なんですよ。で、多くの液状化がこの間発生している。例えば川崎市でも東扇島では約4000平方メートルにわたって液状化が見られ、道路や港湾で亀裂が発生と、
護岸が約20センチメートル海側にせり出したと報告されています。そして今後首都圏で非常に強い地震が発生した場合に耐えられるのか、今回の地震による液状化や速報流動、水平に移動するあれですよね、そういうのが新しく起きているという、その全容を把握してですね行く必要が私はあると思います。でそこでこれまで民間のコンビナート内の施設についてどれだけ老朽化が進行しどのような危険があるのか報告を求めたり調べることさえできなかったと、まあ、国として港湾地域の安全を守る責任を果たしてこなかったと言わなければなりません。今回の改正はこの反省を踏まえて、民有地に立ち入り検査できるようにするわけです。対象となるのはどのような施設か、どのような場合に勧告命令を行うのかお答えいただきたい。山形港湾局長。お答えいたします。まあ、現在のところ民間事業者が管理する港湾施設の現状を把握する制度がないということでございまして、まあ、先ほどの議論にございます液状化による被害の詳細までは把握していないというのが実態でございます。まあ、このため今回の港湾の改正におきまして民間事業者が管理する港湾施設につきまして港湾管理者が報告聴取あるいは立ち入り検査ができる制度というものを盛り込んだわけでございます。この港湾管理者が行う立ち入り検査の対象とする港湾施設でございますけれども地震や津波によりまして被災した場合に船舶の交通に影響を及ぼす恐れの大きい岸壁や護岸などを想定しているところでございます。国田君。だからやっぱりやってないんじゃないですか。やれてないんですよ。最初にそれを言ってくれなくちゃあかんわけで、さっきそう答えてくれればいいのに。だから確かにね、現状より一歩前進であることは確かです。今ありましたが立ち入り調査の対象となるのは航路沿いの護岸に限られる、まあ、これでやっぱり不十分だと私は思うんです。で、新潟地震以前に造成された、まあ、東京湾それから大阪湾および伊勢湾などの埋め立て地の護岸や地盤は多くの場合液状化そして速報流動の対策が実施されていないですから、私は埋め立て地では地盤が液状化し速報流動することで護岸が破壊され大きな被害が生じると指摘されている文書も読んでいます。で、阪神大震災の際に神戸のタンクヤードで護岸並びに埋め立て地全体が3メーターから4メーター海方向に移動し配管が壊れ大量の LPG ガスが漏れ出しました。幸い爆発炎上には至りませんでしたが付近の住民が大量避難しました。で、先ほど少し触れましたけど正確に言えば国土交通省関東地方整備局の有識者委員会が2009年3月にまとめた、これですね、臨海部の地震被災影響検討委員会報告書というところにではですね、東京湾臨海部の埋め立て地で速報流動により護岸が9メーター以上水平に変異し護岸が壊滅的被害を受けると試算しています。タンク破損による油の流出、海上火災、長期にわたる船舶航行の規制が起こると指摘しています。したがって護岸だけでなくって背後の地盤の液状化対策を含めてチェックすべきではないのか。速報流動で護岸が壊れ大規模な油流出が起これば緊急支援物資の輸送もできなくなるではありませんか。その点大臣いかがでしょうか。太田大臣。まさにそこだと思いますね。国土交通省とそれから消防庁と経済産業省と海岸護岸があってその後のところがそれぞれ違うということと民間がそこに入っていて護岸のところにあると、ここのところが一体となってやっていかなくてはいけないということにプラスしてそこに液状化という現象が埋め立て地をはじめとして存在すると、これらを全部積み込んでこの海岸というか港湾の安全対策耐震化を図っていかなくてはならないということを私は本当に思っています。そこのところの
省庁とそれ対象にする液状化とかそういうことについて公安ごとに、来るこの 波っていうのはあの地震波です。地震波そして津波の状況が違うということもありまして、ここは、公安というのを京浜なら京浜という東京湾という伊勢湾そして大阪湾こういうところに従ってその周辺のところをどう強化していくかということを総合的にやっていかなくちゃいけない。おっしゃる通り今回の法律では民間のところにまで入るというところまでやったりしています。その多くのところの液状化というところまではなかなか対象にしていないんですが私の意識としてはそこまで含めて対策を打つということがあって初めていけるんじゃないかというふうに思っています。で浜田先生のおっしゃっているようなことは私はその通りだというふうに思っておりましてそういう意味では今度は地震ということの技術的な体制のみならず技術的な知見というものが今すごく液状化に対する知見も含めて必要な段階に来ているという認識をしております。国田君。じゃあ具体的に一つだけ提案していきましょう。この今お話しあった私は総合的に関係省機関含めてやらなくちゃならんということは同意見です。でそこで先ほど大臣も触れておられた浜田教授はですね関係省庁、消防庁もありますけどね、そういうところを含めて、中央防災会議、東京湾岸の1と2県、土木学会、建築学会や日本地震工学会、日本学術会議などが協力して、大都市圏臨海部の地震防災性向上に関する協議会、こういうのを設定してはどうかと、協議会を設定してはどうかということを述べておられます。私はこの点ではね国土交通省がイニシアチブを取る以外にないと思うんですよね。これで各省庁にまたがっているわけですから、その点だけ一点いかがですか。太田大臣。国交省が中心となって、ここはやって、科学的な地震対策の技術的な知見ということも含めて、耐震強化ということに乗り出していかなくてはいけないというふうに思っています。はい、国田君。じゃあ次に公安法改正のもう一つの柱。産業競争力強化のため、石炭等のバラ積みの貨物の輸入拠点の形成に関する規定の追加の問題であります。で、国交省は2010年に穀物、国鉱石、石炭の輸入拠点となる国際バルク戦略港湾の募集を行って、2011年5月に10港を選定しました。それぞれ最大級のバルク船が入港できるように推進マイナス17メートルから23メートルの岸壁や航路の整備、荷役の機械や関連施設の機能化などを行う計画であります。これまで約2年弱、どれだけの整備事業を行ってきたのか、今後の整備事業費は一体いくらかかるのか、税金はいくら投入するつもりか、お答えいただきたいと思います。山形公安局長。お答えいたします。先生ご指摘のとおり、このバルクの戦略法案につきましては、23年の5月に選定したという経緯ございます。しかしながら、23年の3月に東日本大震災が発生いたしまして、この国際バルク戦略法案の選定が当初より遅れたということや、あるいは復旧・復興、防災対策等を優先していることなどによりまして、この国際バルク戦略法案におきまして、24年度予算では新規事業には着手しておりません。一方、25年ですけれども、福島県に位置します小名浜港におきまして、同港を拠点とする東日本地域への石炭の安定的かつ安価な輸送の実現を目的とした事業につきまして、新規事業採択時評価の手続きを現在進めているところでございます。それから全体の事業費という話がございました。この国際バルク戦略港湾の選定時に各港からの提案がございましたけれども、選定された10港での今後の事業量は民間企業が負担する設備投資を合わせまして2020年までに約4000億強と見込まれてございます。なおこの当該事業量ですけれども、各港からの提案額を単純に合計、合算したものでございまして、今後の、貨物事業の見通しや民間の企業活動の動向、事業の優先度などを踏まえまして精査する必要があると考えてございます。国田君。
まあ、事前にお聞きすると約4000億円という話を聞きました。で大体、まあ、民間が半分ぐらい、国の税金が半分ぐらいだろうということでありまして、結局公共事業が最低でもざっと2000億円かかるということなんですね。まあ、でさらに民間が行う事業にも税金の支援ができるということになりますし、それから実行以外についても連携港湾に大型船が入港できるように整備すると、こうなりますとね、税金投入は2000億円では済まないというのが誰の目にもそれはすぐ計算できると。そこで、昨年の日本航海学会でですね、我が国のドライバルク港湾における政策効果の検証に関する研究と、まあ、これが発表されているんですね。それによればね、木更津港では大推進化のために1500万リューベの浚渫を計画しており、約600億円かかると言われています。これは単純計算で、今まで浚渫に1リューベ何本かかったかというやつで掛け算したらこんだけなんですね。で、大型大深度の航路の整備費用を負担するのは国と自治体であり、一方物流コストはどのぐらい削減効果があるかということについて言えば、約10億円から12億円と試算されているんだそうです。そうすると多額の税金を投入して十分な効果が得られるのか、冷静に検討しなければならないと。それだけの費用をかけて整備し、この港を利用するのはどういった企業なのか、簡単にお答えください。山形港湾局長。お答えいたします。この国際バルク戦略港湾の取り組みを通じまして、物流コスト低減の便益を直接受ける具体的な企業といたしましては、3つの品目があるわけですけれども、石炭につきましては石炭火力発電所を有する電気業、あるいは自家発電設備を有する化学工業など、それから鉄鉱石につきましては製鉄所を有する鉄鋼業、それからトウモロコシにつきましては畜産飼料を生産する飼料製造業やコーンスターチなどを生産する食料品製造業などが挙げられます。以上です。国田君。そこで今お話があった利用する主な荷主ということになりますので、資料を配布しました。これです。国際バルク戦略港湾を利用する主な荷主ということであります。で結局ね、この恩恵を受けるというのは製鉄会社や電力会社など大企業と、で港湾と航路整備に巨額の税金が投入されることは確実と、この2つだけははっきりしていると。でところが大企業を応援して国民に還元される保証があるのかと。で例えば物流コスト低減という話を見てみますとね、輸送にかかる費用は低減するということは確かに書いてるんです。でところが物流のコストが削減が本当に確かかっていうと、今でもそうですけども円安円高にこう触れますわね。そうするとコストそれ自身は乱高下しますから、そんなに簡単に定量的にこれだけ儲かる効果が得られるというのはあんまりないんですね。だから推定したらこれだけだっていうんで、先ほど述べた研究にはだいたい10億円から12億円と試算されている現実があるわけです。でしたがってこういう形で大企業を応援しても国民に還元される保証は何もないと言わなければなりません。でだいたいね、今後いつまでも大量の穀物や石炭を海外から輸入し続けるのかということも真面目に考えなければならないと。今行うべきは食料並びにエネルギー政策を転換して、まあ、計画的に自給率を向上を進めることが私は大事なことじゃないかなと思うんですけれども、その辺のご意見を最後大臣。太田大臣。国際バルク戦略港湾で、この物流コストを引き下げる世界の港湾ということもハブ港湾が逃げていると、推進が非常に低い、一旦持ってきてもそれを陸揚げするというのは大変困難であるというようなことがありますから、これ石炭、鉄鉱石、トウモロコシ、こうしたことが、これからどれだけ、入ってくるのかというようなことはまた別の次元のお話だと思います。それはエネルギー全体の問題だと思います。
ただ現在置かれている日本の港湾が、水深が、非常に浅くて、一旦そこで、ばらけてというようなことで、なかなか世界に誤するというわけにはいかないということで、そこで同じ石炭量、鉱石量が入ってきても小分け、最初から小分けしていくというよりも、水深のあるところに一旦入れて、そしてコストを下げて、そしてそれが全国に広がっていくということは、私は有意義なことだというふうに思います。ですから、特定の大手企業のみが恩恵を受けるというようなことよりも、日本全体としてそういうことは必要であるという観点に立って、この国際バルク戦略公案を11、この指定し、それを強化しようというのが、これまでのこの数年間の私は要請に従っての流れだというふうに思っています。国田君。まあ、港の水深の問題はね、何度もね、バルク公案だけでなくて、国際戦略公案って、その前はスーパー中枢公案といってね、何回も何回もやってですね、それで百何個指定し、今度は何本指定しってやってね、どれだけ税金かけてきたかと、その反省は全くないということの、私、証明みたいなものだと思うんですよね。で、確かにね、その量をたくさん積んできたら、それは若干低減されるということについては、誰も否定してないんですよ。ただ問題は、それが国民的な削減効果に当たるのかということについては、それほど効果があるとは思えないというのが学者の意見もあるということを私言っているんですね。最後に私ですから、はっきり言うと、国際バルク戦略公案の整備にね、先ほど私の試算で、私と局長の話で言うと、大体4000億ぐらいだろうというんだけども、私はもっとかかるだろうとしているわけですね。したがって、いくら税金投入するのかさえ、国民に明らかになっていないと。で、今述べた大量輸送でコストが安くなるというけれども、本当に国民の利益になるのかと。で、多額の税金を投入してね、結局、穀物メジャーや資源メジャー、輸入商社をはじめとした大企業の利益を確保して、大企業に都合の良い港づくりにつながる恐れが大きいと言わざるを得ないと。だから、こうした国際戦略バルク港湾政策を推進するための本改正案には賛成できないと、政策の見直しを求めて、今日は、この程度にして質問を終わります。これにて各案に対する質疑は終局いたしました。ただいま議題となっております各案中、まず道路法等の一部を改正する法律案について議事を進めます。これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。道路法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。